こんにちは、速稼塾の久保です。今日ね日曜日なんですけども、ヤフーショッピングで買い物をしようかなと思ってちょっと待ってたんですよね。今日日曜日であり25日でありね、ヤフーショッピングではちょっとねお得に買える日なんですよね。まあこういうふうに5のつく日とかゾロ目の日とか土日とかね、まあいろんなところに安く買えるポイントがあるんですけども、今日はペイペイで買おうと思ってね待っていたんですね。ちょっと切り替えてみましょうか。どのぐらい安くなるのか見えますよ。まずねちょっとちっちゃくて申し訳ないですけども、右側の方に合計金額ってありますよね。これがね 12,225 円、そしてクーポンが1000円分ついてますんで1000円値引いてもらって、これをですねペイペイポイントで買うと、下の方にありますよね、なんとねペイペイポイントバックが 24%、 2557円バックされて、 T ポイントが111ポイント 1% つくんですよ。で合計で 25% 獲得ってなってます。どうですか、 25% 引きで買えるって結構良くないですか。で私の場合は全額ペイペイで買いますんで、これ注文確定するにしますね。2600円以上バックされる、おお、これはお得じゃないですか、なかなか、うん、結構ね私も使ってるんですよね。でヤフーショッピングでどんなものを買ったかと言いますと、ちなみになんですけども、こういう風な感じですよね。こうサングラス、ちょっとね趣味の悪いサングラスを買いましたね。あとね何を買ったかと言いますと、こっちに来てますね。これジンベエ買ったんですよね。ちょっとちっちゃくてあれですけども、まあ夏用の服をちょっと買いましてね。はい、ということでかなりお得に買えたんじゃないかなと思ってます。